おはようございます。10月26日土曜日です。本日の水揚げ状況はまあまあありますね。まあ多少なりと出てくるかなとは思ってたんですが、そうですね、まあ昨日ほどじゃないんですけど、まあとりあえず半分ぐらいはもうすでに出荷予定になってますね。パッと見小木の件数がちょっと少ないのかな、出てないことはないですけど、ちょっと小物が少ないような感じがします。おはようございます。はい、まあまあまあいい感じじゃないでしょうか。はい、とりあえず見ていきましょう。はい、チーム手代がちょっとね少ないですね最近ね。ただチヌと保証代は順調に上がってきてます。まあ相場もねかなり落ち着いてますんでね。はい、その後ろにはまたハモもそろそろねかなり痩せてきてますんでね、まあ、よっぽどいる時でないともう用がないかなっていう感じですけどね。はい、この後ろはまあ多分小さい鯛が出てきますね。昨日も結構あったんですけど、この小さい鯛もね割といい値段するんですよね。はい、おお、その後ろここに来てやっと大きなキツゴが出来出しましたね。おはよう。おはようございます。ようやっと大きなが代償上がりだしたね。もう11月になろうかちのにね。やろうね。ああ、かからんがね、もうね。うん。それよね。ただまあキスゴもね、本当昨日も大谷さん言ってましたけど、めちゃくちゃ脂乗ってきてるんですよね。本当に良くなるのはこれからなんですけど、面白いもんですよね。はい。あとはまあエビ類が今日も少しはありそうですね。はい。その後ろには。刺し網ヤズがパラパラと、まあ、このヤズもね相場的にはかなりやっぱ単価に直すと安いですよね。まあその中でもねやっぱこれを目を引くようなよく超えたやつっていうのはねやっぱそれなりの値はつくんですけど、まあだいたい平均して安いですねやっぱ。はい、その後ろには久しぶりにこの白が出てきてますね。この白もこれはね、愛用ですかね。まあこれも続けて上がってこないんでね、結構こうやって出てくるたんびにいい相場してますよね。まあトンビトンビで上がってくるのがやっぱいいんでしょうね。おはよう石川丸さん。あ、おはようございます。はい、サラも何箇所かあるみたいですね。はい、昨日ヒラメええねえしよったじゃん。ええかったね。ええかった。はい、もうこちらは9分目くらいまでまあまあいっぱいになるでしょうね。お、キアラのいいのがおるじゃん。なんか怒ったよ。ああ、よう声ちょる。ああ、行けば行けば下がってる場所ないし。はい、活魚コーナーですが今日もかなり出てきそうですね。もうすでに置くとこがないっていう感じなんですけど、まあ内容としては、まあ、同じような感じでしょうね。貝とエビとっていう感じですが、まあでも出荷前のとこがやっぱまだちょっと早いですね。
電気もついてないし見えにくいな。渡りガニの昨日もね、あの1個チェックしましたけど、1つだけね、内子が入ってるやつがいましたね。あとはね、まだ子はできてないんですけど、その代わり身の入りっていうのがね、結構良くなってきてましたね。まあ、すっから感もありましたけど。お、今日分けよるじゃん。分けますよ入れすぎって、みんなが入れとったよ。しょうがないですよ。いやいや、まあこれでもそれなりに値がすると思う。はい、足やか足やか、まあ、暗くて見えないんですけど、まあよう取れてますね。はい、こちらにはヒラメがいますね。おお、これ太いね。3キロぐらい。これいいんじゃない。よう超えてますね。はい、その他もとりあえず出荷前ですが、場所取りだけはされてますんで、また今日も何枚か出てくると思います。ああ、ここはタイが出てきますね。ああ、これコギナ、大きなタイが何枚か、7枚。おー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 、綺麗だね。いいんじゃない。うん、ただまあ小木の鯛ということでちょっと、うん、生かし込みが足りないかなっていう感じなんですけどね。まあ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 、あと他の出荷を見てから考えましょう。はい、まあとりあえず今日もね、鯛はありそうですね。はい、競り場ですが、今のところこんな感じですね。まあ平均して半分ぐらいっていう感じなんですけど、まあまだ出荷されてますんでね、もっと増えてくると思います。はい、チヌ、うん、よく取れるようになった。チヌもね、この時期なんですけど、なりいいんですよね。結構まるまるしてるんですけどね、面白いですよね。なんかどんな魚もそうですけど、ちょっと旬っていうかね、時期がちょっとずれてるっていうかね、何やらおかしなことになってきてますよね。大きなマナガツオ 2.5 キロぐらい、でかいな。はい、その後ろには大きなスズキがありますが、これはね、大陸スズキっていう種類のスズキですね。でかいね大きな、うん、はい、こちらにはチュンギスがよう並んでますね。コギスよりね、ちょっと大きいサイズですね。まあコギス量自体はね、出てないんですけどね、今日この中ぐらいのコギス、まあほぼコギスに近いんですけど、コギスサイズのキツゴは結構何件か出てますね。はい、といった感じで、こちらはまあ8分目ぐらいまで。はい、知らせ。はい、というわけで今のところこんな感じです。結構ありそう。はい、送りの2ですが、土曜日、まあぼちぼち2自体は昨日は、そうですね、入選があったみたいですけどね、水揚げ量はどうだったんでしょうかね。まあぼちぼちって感じ。はい、下の月便です。おお、かわいいアイコがありますね。ヤイトガツオに本ガツオ、ハガツオ、いろんなカツオがありますね。おはよう。はい、タチウオ、スタッカレーは結構あるな。メダカちゃん、明太、数は少ないのかな。イラツメガニ、ヒメコダイ、
もう綺麗な土曜日カラコ、バトーバトーバトー、これはでかいね。はい、今日また久しぶりに赤エビ入ってきてます。なかなかね続けては来ないんですけど、とりあえず今週初めてやないかな。はい、まあ、週末土曜日に寝かしてます。よかったな。はい、こちらがうちの注文の煮ですね。赤エビに、はい、今日久々に締めのうちわエビが入ってきてますね。あー、でかいねこれ、すごい。あー、まだじわっと生きてますね。でかいよこれ、ほとんど手のひら隠れますよね。あ、でかこれも。あ、まあ涼しくなってきたからね、結構生きるんでしょうかね。でかいね、すごい大きさ。またあの大谷さんにどのぐらい大きいかやってもらいましょう。うちは京子。はい、その下は何やら可愛いムツが入ってますね。可愛いね。まあとりあえず、まあ、入荷してます。これだけ。はい、はい、というわけで、まあ今日も結構空箱は減ってるって言えば減ってるんですけど、まあ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 結構出荷されたんじゃないですかね。連長が混じりで少しありますけど、まあ本当ね、もっと見たけ欲しいとこですね。本当に少ないですよ。はい、赤いちゃん、はい、まあこちら小物が結構ありますね。まあでも明らかに昨日よりは件数が少ないですね。はい、あ、タコが少しあります。まあ昨日そのすごかったですよ。とんでもないぐらい値段してましたね。あら、え、これ何、なんか変わったのが、あー、これ何ですかね、これ何味でしょう。これはちょっと名前が出てこないですね。あと調べてテロップで入れておきましょう。この税後がバーッとついてるやつ、目味とは違うんですよね。目味ではないですね。何でしょう、何味でしょうかね。味とは思うんですけどね、立派な税後がついてるんで。なりは丸々していい感じなんですけど、太いですよね。はい、その他はサワラも結構並んでます。でかいね、いいね。その後ろにはヤズ。はい、あとポツンとヒラメもありますけどね。はい、こちら今8分目という感じですね。はい、お隣はだいたい半分ぐらいって感じです。はい、台湾ガザミ、あ、マゴチの綺麗なのがありますね。まあ出荷量自体は少ないんですけどね、まあ間にポツンポツンあります。はい、大きな、あ、こう目方書いてくれてますね。3キロ、すんごいね。うわー、でっかい。あれ、お、太いしね。
あ、これもったいないな。ここより向こうでどっか競るとこがあればね、入れればいいのに。これは太いですね。3キロのアコってなかなかいないですよ。でっか。うお、太い。いいですね。これは内海のアコですね。これは立派だね。でかい。はい、その他もまあ大体できたかなって感じですけど、まあぼちぼちまだ水揚げ出荷されてます。ほぼほぼ、まあどの列もねまた同じような感じなんですけど、わーすごいね、このエビ。秋口になるとね、このエビもね生きて上がってくるんでね、いいですよね。夏はねどうしてももう死ぬのが早いし、水温高いからもう氷締めするしかないんですけどね。はい、わあ、かわいいねこれはい、みんな大好きミミイカ、かわいいな。なんでこんな形しとんだろう。すごい。金魚すくいみたいにできそうだねこれ。はいはい、いいねこれ。この一番最初のやつ、これ丸々してますよね。その次からはまあ悪くはないんですけど、徐々に細くなってきてますよね。はい、まあただこうやってね競りを値段つける時でも、例えば頭がねまあ5000、6000ぐらいで買ったとしたら、もう次はねだいたいその半分ぐらいになるかなっていう感じで、そのぐらい差があるんですよね。なかなかね難しいですよね、段の付け方って。はい、後ろでっかいものがありますね。これも全部2キロ中盤ぐらいでしょうね。はい、いい感じ。でっかい棺桶みたいなのがありますが、これはあいつですね、引き出し物メバチマグロですね。まあ、氷に埋もれて見えないんですけど、超ブランド品って感じで、いいね。一回触ってみたいですけどね、なかなか手が出せないですよね。いい値段してますよ。はい、活魚戻ってきましたが、どうでしょうか。あー、ぼちぼち。あ、やっぱね小木の鯛ちょっと状態が良くないかなって感じですけどね。うん、まあただこれもねだから締めた後にねすぐ硬くなってしまいますんでね。これは、あ、これいいですね。これ2キロぐらい、これは元気そうで量超えてますし、まあまあいいんじゃないでしょうか。はい、その次からは今度はゴチ網になるのかな。あ、いいですね。おお、これいいね。これはいいわ。あ、ちょっと大きすぎるけど、まあ、4キロぐらいですかね。でもなりはもうめちゃくちゃいいです。まずこれ狙いたいな。その隣も、隣はまあまあかな。あ、まあまあですね。はい、その隣がまた5、6枚ぐらいいますけど、 あまり大きくはないですけど、まあ元気はいいし、まあ、何もそれなりって感じですけどね。まあ悪くはないですね。もし買えなければここでもいいなって感じですけど、まあその後ろにも結構あるんですけどね。とりあえず今目についたのはこの4キロぐらいの貝、こいつはいいですね。これちょっととりあえず狙ってみましょう。はい、その後ろにも貝、貝、貝、これも大きな貝がおります。おはようございます。わー、でかいねこれも。あー、いいねこれも。いいですね。塩濃いじゃん。あー、これが一番濃いじゃん。あー、あで小木焼けね。あれダメ、あれアブちゃんか。これしかない。ヒラメ持ってきてない。これだけ寂しいね。買えんじゃろうな。あ、お、ここにヒラメおるじゃん。
ひらめ。ああ、まあまあまあ。あっちのが全然太いかな。はい。まあ、タイも結構。ありがとうございます。エビばっかりやなこっちは。エビ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 って感じ。すごいな。ああ、コキが出るとやっぱ。エビがすごいことになりますよね。はい、こっちにもタイが。おーすごい。おはよう。おはようございます。沖縄取れたこれ。おーおお、でかいね。でかいけど、でかいけどちょっと細い感。どんな感。あーそうだけど、でかい方がでかい。ほんとばっかりやろ。こっちもでかいけど、こっちの方はあれか。おー、あんまり同じような感じのタイじゃない。あーほんとね。ちょっと細いっていうか、ちょっとね。いやいやいや、あたし大丈夫よ。いやいやいや、これ前決定とか誰かの8,800円とか見てから、おおあれで持ってきたんだけど、うわ5,000じゃんね。5,000すりゃいいけどね。はい、セリ始まります。はい、じゃあね、まあ、とりあえず一つだけでもね、ちょっと頑張ってみたいと思います。買えるかな。今セクハラ取っちゃったっけな。訴えようで、あと毎日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 毎よっ、これはいいね。はい、太鼓。アロカ4カ1枚。アロカ1枚。はい、5,000。アロカ5,000。アロカ7,500。アロカ7,500円と、カヤンカエカ。アロカ66,310。アロカ大山。アロカ全部いった。4枚。バカ、バカなこと。1個や。1枚、アロカ1枚。アロカ1枚。アロカ6,600。アロカ2,000。アロカ4カ18。アロカエカ。アロカ1,500。アロカ4カ。安いね。はい、ハギビン来ましたね。まあぼちぼちパラパラと。ああ本当ありがとう。あれ今まで最大でかいのこれちょっと。なんででかいのか。いや太い。おおそうだ。ちゃんと仕込んでもらって。ああバレんね。でかしょうやん。うん。おおでか。焼いた。焼いた。ありがとうします。これうちの？うん、あれ。あれ。ああいや閉めようか。閉める。ああ。はい、ハギの焼いと入ってます。ええー、ねー、カッチンカッチン、めっちゃくちゃいいね。はい、入荷してます。ちょっとこだ入れちこうかな。いいね。はい、綺麗な山もありますね。うー美しい。高そう。高いだろうな。はい、こちらにはアホ、綺麗なね、生き締めですね。やっぱね、内海とちょっと色が違うんですよね、外海のアコは。はい、こちらはソーダガス、丸ソーダですね。ヤズ、ヤズはね、どこでも取れますね。アオリイカ、ちょっと可愛いかな、こいつ。はい、サゴシに小味、中味もあります。うん、結構でかいな今日の。いいね。
とりあえずね、もうせあの萩鮮度がいいからね、安心して使えますし、いいですサザエ。はい、あとね、生かして、石垣台がねありますんで、あれもね閉めて、あと撮影してみましょう。よし、帰るで、てっちゃん。くにちゃんとっちょく、くにちゃん。くに？くに。でっかいけどすぐわかるな。土曜の男。土曜の男。土曜のうなぎみたいなの。はい。
はい、今日の活魚ですが、今日は狙い通り買いましたね。太いでしょ。あー、もうこの足首まで太いんですからね、これ。まあ間違いないですよね。これはいいでしょう。まあ今日の相場からしたらやっぱ高めになっちゃいましたけども、しょうがないですよね。競り上がるんですからね、みんなが狙ってますんで、まあ高くなるのは当然なんですが、まあ昨日はね負けたけど、今日はリベンジできました。はい、よかったです。はい、というわけで結構2が集まってきましたね。でっかい内輪エビがでっかいよ、ほんとでかいね。はい、注文品のキツネガレ、はい、ノドグロ、煮魚がね今少ないんでね、ホタテに赤エビ大です、おきよ。はい、仙崎のね生き締めのカンパチ、ちょっと今日小ぶりですけどね。まあよく言えばね2キロぐらいあるといいんですけど、これ1キロちょっとぐらいかな。はい、あとこれは萩のね今泳いでたやつを締めてもらいました。生き締め石垣でまん丸です。めっちゃ超えてますよこれ。はい、あとはさっき見たイライトバズをサンマの15尾とこんな感じかな。はい、まあ土曜日なんでね、もう本当に注文品といるだけのものっていう感じですけど、まあバッチリ入荷してます。いいんじゃない。はい、それじゃあね、競りはまだまだ続いてるんですけど、私はこの辺で戻ってね注文の方に取り掛かっていきたいと思います。はい、土曜日の水揚げですけど、まあまあ今日もありましたね。まあさすがにね昨日はね結構あったんでね、みんなどこもストックがかなりできてるみたいで、まあ相場の方はねかなり土曜日といっても落ち着いてましたね。うん、まあ少ないものに関してはやっぱ高いのは高いです。これはまあしょうがないですけどね。はい、ということでまあ今日もねしっかり注文品とねいるものが揃いましたんで、これでバッチリいけると思います。はい、ということでね、来週ちょっとね死刑予想っていうことがね続いてるみたいなんで心配なんですが、どうでしょうかね。ちょっとあんまり天気が続かないみたいな感じです。はい、ということでまあとりあえずはね今日もねしっかり作っていきましょう。はい、さあ土曜日皆さん今日も一日しっかり頑張っていきましょう。さあやるぞ。はい、それではね戻って頑張りたいと思います。はい、土曜日の水揚げですけど、まあまあありましたね今日もね。まあさすがに昨日ほどじゃないんですけど、まあとりあえずは一通りあったっていう感じで、まあ顔ぶれもね同じような感じっていう感じだったんですけどね。まあうちもね、まあ昨日しっかり買ってますんでね、今日は特に本当にいるもんだけをね、買ったっていう感じ。あとはまあ注文品でね揃ってますんでね、まあそんなに地物は買うものはなかったかなっていうところ感じでしたね。はい、ということでまあ今日もねしっかり揃いましたんで、まあ注文もいいからね、土曜日は特に、そっちの方のねいるものをしっかり揃えるっていう感じでした。はい、まあまあ刺身もねしっかり入りましたんでね、まあ、お店の方もしっかり作っていきたいと思います。はい、ということでまあもうすぐね11月になります。もう11月になって10日ぐらいからかな、マンガン漁も始まるんですけどね。そうするとまた顔ぶれもねかなり変わってくるんじゃないかなっていうふうには思っております。っていうか変わってほしいですよね。どうでしょうかね。はい、まあまあまあそれはそれで楽しみです。はい、まあとりあえずはね今日もしっかり作っていきたいと思います。はい、皆さんも今日一日をしっかり頑張っていきましょう。はい、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。よし、頑張るよ。はい、お店到着です。今日は一日曇りっていう予報が出てますね。まあ雨も降ったりするのかな、どうでしょう、わかりませんが、しっかり作っていきたいと思います。よっしゃ、よし、はい、おはようございます。おはようございます。あ、はい、今日もよろしくお願いします。お嬢がおらん、お嬢が旅立った、惜しい人。
いい子だった。はい、おっちゃんはよろしく。ロシアがどの？はい、地元天然ガス。5キロ。まあ全部透明の形みたいなんですけど、店が違うんですよね。だけど。バトンピーカーのやつがあります。いや、もう河原ですね。河原。今はね。今はもう。今はね。はい。今日はないです。今日はメキシコの地は取りました。エゾバフンって言うんですよね。このぐらいからピンコピンコお知らせがどんどん来よるから、おそらく何て言われてるはい、いかがですか。つぐちゃんが笑っております。笑ってないよ、誰もいないよ周りに。はい、ご両天然台いかな、虫せんで。うわ、こっちが当時そうですね。鶏もね、すごく厚いですし、しっかりしてます。風にもすごい甘くて美味しい天然台。食べてみます。食べていただきたい、あなたに食べていただきたい。あなたって誰？杉ちゃんです。私は明けみはどうなってるの？もう帰るぞ。それでは次は実食編へ行こう。白の4番で。皆さんこんにちは、小川です。大谷です。
本日は土曜日ということで出勤しております。ありがとうございます。あけみ、はい。もっちゃんできる？もっちゃんうん。今日はですね、いよいよなんかもう私個人的になんですが、年末の流れが来てるなっていう感じが今日個人的にしました。もうすごい予防薬のね、もうお刺身盛りはちょっともういっぱいになっちゃったんですけど、オードブル、おせちバージョンとお寿司、もうどっかどっかのばっかんばっかんでもう電話がなっちょっとなんかあんた。お腹空いてんだよね。ちょっと今日は大谷さんが腹ペコリーナなので、大谷さんにはご飯を食べつつ私がコメントを読めさせていただきたいと思います。 いつも読んでくれてるから。いただきます。ベーコン、アスパラベーコンのパスタしました。いつもね、大谷さん頑張ってくれてるので、魅力ですが、私が今日はコメントを読めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はビデオの途中でも動画の途中でもお礼言ったんですけど、漁師さんエビありがとうございました。美味しかったです。エビマヨ、エビマヨちょっと唐揚げしてもらった。美味しかった。プリンとしよった。わかる、はじけたもん。エビがはじけて、イエーイ。嵐、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 お願いします。嫌ですね。最近私なぜかスマホのロック機能っていうのを勝手にこのスマホが始めようってロックをいちいちかかるようになっちゃって、私気にしないんですよ、ロックとか。でもそれもロックを外すのがもうしんどい。そうなんね、今、うん、私してないもん、ロック。昨日ですね、昨日もちょっとお待たせしたみたいかな、ちょっと夜かな、アップされたのが12時過ぎてた。ちょっとね、社長もちょっとやっぱり申し訳ないです。私が言うことじゃありませんが、ちょっと疲れております。でも元気いっぱい。元気いっぱい。あと今日も歌いよったもんな。うん、歌いよった。あれ歌いよった。社長あれ好きだよね、ラピュタのあれ。お母ちゃんから始まったよ、あれ。でもちょっとなんか、あんまり上手じゃないみたいなこと言われたんよ。あ、言いましたっけ、社長。どっちですっけ。ごめんなさい。ちょっとメロディーが入ってこないんだった、最初聞いたときに。母さんのみたいな感じの、まなざしみたいな、それ。あ、前橋のヒロさんご結婚おめでとうございます。あれメンバーの人かと思ったらヒロさんご本人でしたね。お幸せに、お幸せにどうぞ、末永く。ではもう早速コメント紹介いきたいと思います。まぐたぐだしたってしょうがないのでね、ごめんね皆さん、いくよ。ElDoretto-E3T さん、大谷さんがハリー裁くとこみたいです。ハリーって誰？このフグ？そう、ハリーマサオ売れたの。ハリーマサオ。あ、おかみさんお帰りなさい。すいません。おかみさんです。あ、おかみさんおせんべいありがとうございます。おせんべいをいただきました。好きなお菓子が一緒でした。嬉しかったです。片柳様、いつもお世話になってます。こんにちは。あやま宣言の皆さん、お仕事お疲れ様です。活魚、セリバともにかなりの水揚げでしたね。社長、今日は天然マダイリベンジできましたね。社長、セリ落としたハリセンボン、愛嬌があって可愛かったですね。あら、ハリセンボンじゃなかったらしいね、うん、とのことでした。社長、正式名称こちらにお願いします。大谷さんがハリーマサオ、マサオでよかった、はい、マサオと名付けてましたが、諦めないでペットで飼っていただければと思います。明日、週末、土曜日、皆さん明日も元気に頑張ってくださいね。昨日すぐ売れました、料理屋さんに。ハリー、うん、水槽でね、元気でやってると思います、あちらの方で。いや、食べちゃうよ。だから井出様、いつも楽しく拝見しています。久しぶりのみんな大好き口の中、赤旗の大きな口には歯がない、餌は丸飲みですか。もう喉チンコは口癖で抵抗がないんですね。喉チンコは口癖で抵抗がないんですね、うんうん、やだ、怖い。胃袋の中 22kg ヒラマサの内臓の大きなこと、血管が浮き出ていて不気味。血管って不気味だよね。私も苦手で、血管好きな人いるじゃないですか。うん、イブクレイの指入れ、ありがとう。誰が入れたん？胃袋への指入れ。そんな冒涜みたいなことしてんの？魚さんへの。あんた本当良くないよ。
気をつけます。これ何、渡り田さん、渡田さん、カニ、いや、渡り田、渡り田さん、渡り田カニ子など今日は盛りだくさんでした。通りで動画再生時間が長かったわけですね。青山社長早く寝てくださいね。ごめんなさいからことして。はい、石垣福じゃないですか、どうだったっけ、うん、これあ、そう、社長がね、コメントでね、教えてくださった方がいらっしゃったよって朝言ってました、うん、ありがとうございます。にゃんたごうごうさん、なおで様、いつもお世話になってます、こんにちは。第1戦ワールドシリーズ、ドジャース対ヤンキース延長戦6対3でドジャースの勝利、フリーマンマンデーホームランでした、うん、明日は山本由伸が先発予定のかな。今日の大谷翔平はチャンスメーカーでした。大谷京子さんは青山専業のヒットメーカーですね。大谷京子は青山専業のヒットマンです。うまく決まった、ありがとう、ゆっくり食べれました。ということで本日のコメント以上でございます。いつも皆さん温かいコメントや面白いコメント、いつもありがとうございます。もうそろそろ秋めいてきましたね。涼しいもんね、夜ね。なんかメッセージある？あ、今日りゅうちゃんパパとりゅうちゃんがいつもの常連のお客様がね、来店くださいました。ありがとうございました。うん、みんな年末どう過ごされますか？今年は。みんなもうボシボシ外で遊んじゃうのかな、うん、私たちってちょっとやっぱりあの世の中とずれてるからね、そうそうね、うん、だからでもそれはそれでなんか人が少ない時に動けるから嬉しかったりもするんですけどね、うん、私今年はなんかクリスマスマーケットに行ってみたいなと思ってます。あのホットココアとかホットワインとか飲んでみたいなって。あれどこでやってるのかな、アジスのサンパークとかって聞いたことがあるけど、あれにロープさせてもらって、ちょっとごめん、自由じゃん、これも出せる、あれ、ああいうところも東京来たのか、あ、中心がないか、うーん、そっか、あ、うーん、あ、やだ、車だったから、どこに連れてもらえるか、あ、ごめんなさい、ちょっとあの、死後しちゃって、死後しちゃって、ね、ときめくっていいね。あ、今年の冬はどうなるのか心配ですが、また青山宣言の、元気いっぱいの、なんかいろんなあれで、乗り越えていきたいと思います。あ、怖い怖いけどちょっと楽しみね、大谷さん、そう、今年明美もいるからいいキャラが揃いましたので今年は本当に、うん、いいと思います。あと皆さんの差し入れですとかね、お土産ですとか、来てくださってお声かけていただいたりとか、大変嬉しく思っております。本当ね、大谷さん意外とシャイなんで、ガンガン声かけていただいた方が行きやすいみたいです。私別に行ってからさ、違ったりしたのが恥ずかしいけど、いや私は呼ばれなくても行くんですけど、もし違ったら恥ずかしいんだ。いや、だいたい大谷さんなんだよ。あと一家さんとね、うん、まあ、そういうことで、皆さんいつもありがとうございますという感謝の気持ちを込めて終わりたいと思います。今日あと社長にはいつもの7個カードいただきまして、いろいろね、お母ちゃんこれ買った、私の大好きな、そしておばちゃんがなんか美味しいよって言った、コムタンね、美味しいよ、サムゲタンよりも優しい味がする、餃子鍋だって、うん、これゆみちゃん、私も一緒のなんか4年使ってんじゃん、今朝一緒に、あ、なんか食べてる、いい、おかみさん、いちご、おかみさんの血液はいちごミルクでできてますから、わお、おかちゃんチョコだな、茶色、茶色では何か、あ、コメントございます。あと昨日りょうさんがね、テレビ見てくれたかって朝も言われたみたいなんだけど、そう漁師の浜田さんね、私バッチリ見ましたよ、すごい良かった、レジェンド、レジェンド、レスリング、アームレスリングのレジェンドで、レジェンド、すごいじゃん、バーってびっくりした、かっこよかった、浜田さん、いいじゃんよ、以上です、は
高かった。ローカルでしたけど、ローカルよね、あれね、 NHK でローカル、あのペコパのあれが出てた。あれだったローカル、全国放送ローカル見れるかわからんね。あちょっとね、ね、うん、でもまああの YouTube とかでね、いろいろ検索したりとかしたら山口県のいろんなものが見れたりするし、今あの特に11月、10月、11月で山口県のあのお魚の紹介をに力を入れてるので、ぜひ皆さんあの見てみてくださいね。それで質問なんかあったらうちの社長に何でも聞いてくださいって勝手に私が言ってますけども、はい、そうだと思います。はい、全部丸投げ。それで以上です。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週ちょっと雨模様で、ね、台風気をつけて、うん、お気をつけくださいませ。はい、でまたゆかさんちょっと忙しそうなのでごめんなさい。今日は2人でお送りしました。ではまた来週お見かけましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れさん。